れではグニャグニャマスコットの紹介をしたいと思います。おお、面白不思議。こんにちは、直井です。こんにちは、大江です。今日はグデタマグニャグニャマスコットの紹介をしたいと思います。欲しくてしょうがなかったんですけど。欲しかった。こう卵のパックあるじゃないですか。一個売りのやつ、ね、食べられないんですけどね。おお、なに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 、気持ち悪い、気持ち悪い。こう卵ですよね、パッと見、うん、来ますよ、うん、お、見えた顔。え、面白不思議。もう中に入っている状態。面白い。ちょっともう一回見せて。おお、ブン、おブンブン。子供かよお前。小学生こんな顔してやるよ。ああ。なんでちょっとベタベタしてんのこれ。あんまり強く、あんまり強くやるとなんかあんまり強くやるとおできみたいに、おできみたいにこうできちゃうから、皆さん気をつけてください。これもうすでにここピコってなっちゃった、ね、やりすぎた。想像してるよりもグニャグニャしてます。もっとなんか弾力があるかなって思ったんですけど、うん、というわけで今日はグデタマのグニャグニャマスコットを紹介しました。皆さんを見かけたらぜひぜひこうやってグニャグニャしてみてください。それでは皆様さようなら。今日のお昼だよ。ありがとう、お昼ご飯食べます。ほんまに食べてやろうかと思ったけど、ダメダメ。あ、入っていい、入っていい、ダメ、まだダメ。あー、また汚いよ。眉毛見せ始めたな。眉毛を見せてるよ。いいの、眉毛なんて見せちゃって人に。もういいですよ、眉毛。そんな卑猥なもんじゃないの。眉毛にすごいこだわるくせに。こだわってないんですよ。いや、こだわってるじゃない、僕の眉毛の話ばっかり。じゃあ、大江さん、ね、あ、つながりそうだ。つながった。あ、まだだ。それよりもなんかちょっとバーコードっぽくなってるんですけど。じゃあ、はい、行きましょう。楽しい。楽しい。楽しい。本当に実用性が低い。本当に言っちゃった。実用性ないですよ。いやでも絶対こ怖いですよ。パンってなりますよ、おやさん。絶対おやさん3日で壊す。あ、いや、だめ。あー、やだやだ、餅みたい、ほんとに。そっちの方が割れそうだけど。あ、そう、強く引っ張ったりしないでください。書いてた、書いてた。ハンドパワー。ああ、喋ってよ。